タイムを取らせていただきます。いただきます。疲れたね。暑い。暑いね。暑いね。今日私たちさっき打ち合わせしてたんですけど、打ち合わせしてる最中に
私たちさっきそこ座ってたんですけど、アリがめっちゃついてすごかったんで、めっちゃついて、もう大変でした。大変でした。虫で言ったらセミも増えてきたんで、帰り道とか、あ、補習じゃない中学校の登校日の時の帰り道にめっちゃセミ鳴いとって、あ、そうで、なんかお母さんがなんかセミがついたことあるみたいなこと言っとって、怖ーみたいななりながら帰っとったから、ちょっと怖かった。すごい暑いので皆さん本当に水分補給しっかりとってください。じゃあバトンタッチします。皆さん暑いですね。暑いですね。水分補給しっかりして熱中症に備えてください。はい、さっきトークで間違えたんですけど、馴染みのある道じゃなくて、よく通る道でした。ごめんなさい。海もよく通る。なんかここ富山はなんかいろんなものがあるのでショッピングとかよく行ってます。ここ通られますか？皆さんよく通りますか？通りますか？大丈夫かな。アイムジップは8月にイベントがたくさんあるのでぜひ来てください。来てください。なんか話してる。なんか話してる。今日屋外のイベントだったので晴れてよかったです。そう、めっちゃ晴れてるね。昨日も晴れた。ずっと来ました。ありがとうございました。はい、それでは水分補給も終わったところで次の曲に行きたいと思います。次の曲は井水いっぱいです。この曲は、富山県井水市の、いいところがたくさん詰まっているのでぜひ注目してください。それでは井水いっぱいスタート。この曲も、マイクなしで全員で歌います。歌います。迷ってる地図を広げて選ぶよ。太鼓山ランドがいいかな。海洋丸パークもいいな。野菜朝まつる引き山、大きな花に上がるよ。好奇心の方を上げて大きな声で秘密いっぱい。ここがいいとこいいみつ、みんな笑顔がいい。ほら君
ゃあ最後の曲に行きたいと思います。最後の曲は明日に、ありがとうございます。最後の曲は明日に向かってです。この曲は明るい未来に向かって進むというメッセージが込められています。皆さんも一緒に踊ったり手拍子をしていただけたら嬉しいです。それでは明日に向かってスタート。物販販売を後ろのテントで行います。
少々お待ちください。以上、アイムチップでした。ありがとうございます。